はい、ありがとうございます。先ほどまでは小林さんが味の素のナイジェリアで何をしてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、この動画ではそれを踏まえて今何をしているのかっていうお話をお伺いしたいなと思ってまして、はい、32年間勤めてて辞められたわけじゃないですか、はい、辞められた後どういう選択を小林さんの中では考えてらっしゃったんですかね。辞めてからナイジェリアの時の仕事もそこそこにメディアでも取り上げられてた部分があってですね、はい、まずいろんな大学からですね、これから海外目指す学生たちにお話を聞かせてほしいっていうそういうお話が最初結構多かったんですよ。そうなんですね。それで最初ナイジェリアでやったことというよりは自分が訪問した国ってもう60何カ国かそんなあるんですね。なのでその中で異文化理解をどういうふうにしていったらいいのかっていうような講義を頼まれることが多かったんですね。異文化理解って面白くて、はい、日本の常識って世界の常識じゃないってことですよね、うん、77億人分の 1.2 億人ですから、はい、1.6% ですよ、はい、1.6% って世界の非常識になっちゃいますよね、うんうんうん、そこの具体例をねいろいろと挙げていくっていうのが多いですね、うん、ああなるほど。じゃあそういった形で講演会みたいなのを頻繁にやられてたんですか、ね、そうですね、そこそこにはやってましたね、うん、そこから今個人事業を閉めた感じで、はい、屋号を持たれてるんですよね。最初はね屋号ってつけるつもりはなかったんですけども、はい、県とか市とかって屋号がないとお金が支払えないっていうことになってじゃあゼロワンクエストって名前つけてっていうふうに勝手に名乗っていったんですね、はい、ゼロワンクエストはゼロから1を作って1を10にするんじゃなくてゼロから1を作っていくっていうのとクエストって探求していくっていうか開拓していくっていうイメージがあるので、はいはいはい、ゼロワンクエストっていう名前にしたんですね。この2つの動画を見ててぴったりだと思いましたね。じゃあ実際ゼロワンクエストっていう、まあ、屋号を立てて今されてらっしゃると今ねおかげで商品開発を手伝ってくれないかっていうことでアドバイザーとして契約したりすることもありますね。ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど橋本にもともと勤められてたじゃないですか。ここって競合となるような企業さんに対してアドバイザーとしてコンサルとして入っちゃいけないみたいな契約とかあるんですか。それはあります。だからジャンルとしては調味料じゃないですよ。そうなんですね。全然違うものですね。アドバイザーとして入るわけじゃないですか。どういうことを具体的にしてるんですか。まず商品開発はどうやってしていくのかっていうイロハの部分、味が美味しければいいってもんじゃないんですよ、うん、商品っていうのは、うん、添加物とかを極力使わないで賞味期限をちゃんと担保する。そこってあんまり知らないんですよね。混ぜ混ぜして美味しいレシピができました、それじゃ商品としてならなくって。なるほど、うん、でそれは商品形態として何グラムを1回にするのか、そうすると鍋の大きさがどうなんだとかそういうところまで深掘りしていかないといけませんよね、うんうん、だからっていう観点でいくとやっぱりまあ市場調査から始まっちゃうんですよね。特に食品とかはユーザーがどういうふうに使われているか何を使っているかみたいなことをちゃんと調べた上で美味しさっていうところも保証した上で商品開発をしていかないといけないと。はい、やば大変すぎるそれはまあでもねそれもね、はい、今までやってきたことなんで、うんうん、僕にとっては得意なジャンルなのでね、うん、あとは地方自治体みたいなところで、はい、その土地の名産品っていうのがあるんですけども、うん、やっぱり道の駅とか物産展止まりだとすごくいいものなのにみたいなことがあるんですよね。それって結構日本にはあんまりいまいち出口がないかもしれないですけども、うん、それ海外まで広げたら結構出口あるんじゃないのっていうアドバイスが僕でいろいろ見てますんでね、うんうん、例えば油揚げっていうものがありますよと、みりんと醤油と、ね、うん、甘く味をつけてる油揚げ、はいはい、でも味の付け方ってそれだけじゃないよねって。日本だったらそれなんだけど例えばここの国だったらそれじゃない味付けがいいよねって、うん、油揚げってこうであるっていう必要はないですし、形もあの形がいいのかもっと小さくなってるのがいいのか、用途によってその国の料理を調べることによってここに使えるんじゃないのっていう出口があるんじゃないのかっていうようなことがいろいろあると思うんですね、はいはい、そういうことを考えていって、はい、出口を海外に見つけていってあげるというようなことを今やってるんですね。そうなんですね。そういった形で入られてるんですね。ちなみにもう一点だけ聞きたいんですけど、アドバイザーとして入ってる企業さんの中にも、ね、R&D の部署はあるわけで、はいはい、その部署のメンバーの人たちは実際に多分商品開発をしてると思うんですけど、うん、小林さんから見てこういうところを見てるところあるんですか。多分いろんな商品見て後ろの原材料を見るとものすごいいっぱい書いてありますよね。めちゃくちゃ書いてあります。そういう会社の方たちって、はい、前任の方からいただいたレシピをモディファイしてるので、うんうん、なんでこれを入れてるのかっていうのを知らないんですよね、はい、これを取っちゃったらどうなるのってことをわからないんですよね。なるほど。これ全然効果ないのになんで入れてるのって話もありますよね、うん、そういうのをシンプルにして、はい、でも全然味変わらないししかも美味しいっていう風に変えることもできますよね。でもアランドリーの方たちはそこを知らないんでそういうところを教えてあげると結構、ね、なるほどね、うん、それでやっぱコストも変わってきます、うん、コストと生産のリードタイムとか全部変わる、うん、グーッと触りますよね。効果がないのになぜか入れてるっていうそういうものもあったりするし、そっか、それはやっぱ第三者じゃない気づけないですね。
ます。なるほど、ありがとうございます。でちなみに今後はどういうことをやっていきたいんですか？難しいこと聞く。実は私は日本で働くというよりも海外で働きたいなというのもあって、うん、味の素を辞めたっていう部分は実はあるんですよね、うんうん、なのでどこの国かっていうのは今ここではちょっと具体的には言えないんですけども、うん、ある国に行ってある事業をしようかなということで、うん、今準備をしている最中なんですよ。そこはじゃあ海外で会社に所属するわけでもなくて自分でやると。そうですね、はい、なるほど。それを自分がオーナーとして離れて遠隔でやるのか、もう自分がもうプレイヤーとして本当にどっぷり入るのか、ちょっとそこはまだ決めてないです。でもプレイヤーの方が絶対合いますよね。そっちやりたくなっちゃうから、ね、多分オーナーでリモートでやったとしても、うん、ああでもやっぱ行きたくなったなってなっちゃうと思いません、まあ、ね。あ、なるほど。これからは自分で事業をされてやっていくって感じなんですね。そうですね、うん、まだ未定ですよ、うん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 、夢の一つ、はいはいはい、こういうこと考えてるんですよっていう。なるほど、うん、例えば流れ方にもよると思うんですけど、農学部出身で協力隊に行きました、協力隊行って僕商品開発やりたいんだなって思ってる人たちにアドバイスするとしたら何かありますか？そうですね、やっぱり僕ね、出口って日本だけじゃなくて皆さんマップを世界地図に変えてもらいたいなと思うんです。それは例えば何かにとんがった技術を持っていると、その技術って日本地図の中では使えないんですけど、世界地図だったらこことここですげえ使えるじゃんっていうのはいっぱいあると思うんです、はいはい、あーなるほどっすね。それはもう小林さんが証明済みですからね。ちなみにもう一個聞きたいんですけど、はい、小林さんって協力隊っていうワード知ってました？知ってます、はい、でそれどこで知ったんですか？マラブイとかで、ね、はいはい、栄養改善やってる人たちがいて、彼女たちと一緒にやった時にいろいろ話を聞きましたよね、うんうん、実際どうですか小林さん、お話してみて、協力隊はどんなイメージ持たれてます？母子手帳とかね、これ入れたってすごい貢献だと思うんですよね、うん、結構多くの国に入ってますよね、母子手帳の体重と身長の曲線をこうグラフで書いてるやつとかね、はい、やっぱり箱物じゃなくってソフトの部分でスキルとかベースを上げていくっていうことに関しては、うん、他の国では真似できないことをやってるなっていう、うん、例えばどっかの会社に入って所属するじゃないですか、はい、そこでも活かせると思いますか？会社に入って大事なことはやっぱりビジネスとして収益を上げなきゃいけないってところなんですよね。その収益っていうのはお金をぼったくろうという話じゃなくて、うん、みんなで利益を出してみんなでちゃんと配分してみんなで生活を豊かにしましょうよっていう話なんですけども、うんうん、はい、それをできるっていうことを考えるのが大事なんですよね。いや本当おっしゃる通りですね、うん、いわゆる現地の情報も分かって、その現地の課題に対してソリューションを出せるんだけど、それがビジネスってなるとまた別なんですよね。そうですよね、うんうん、だから協力隊に足りないところはちゃんとビジネスセンスを磨くっていうところは多分足りないなって僕もすごい思いますね。そういう人たちは小林さんに聞きに行けば全部情報をもらえるノウハウとかね、考え方とか、やっぱ考え方面白いですよね、やっぱ小林さんは。まあ一応利益出さなきゃいけないところにずっといましたからね。そこで回さなきゃ何もできないですからね。いやでも本当に今日は楽しかったです。ありがとうございます。この動画では小林さんがもともと味の素での経験を生かして今何をしているのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日は国際教育の中でもうまみハンターと呼ばれている小林さんをいろいろ深掘りさせていただきました。本当にありがとうございました。はい。ありがとうございました。